いや、ハロー、どうも、こんにちは。アニメリアク職人こと、マジアルギの浜です。はい、現在12月1日、木曜日の午後4時43分になろうとしてますね。はい、今年もあと30日です。早いですね。はい、ただいま、とある価格のレールガン17、18、19、20は見てから休憩入れました。40分、45分くらいかな。はい、ここからは21話ですね、見ていきたいと思います。Dアニメストアですね、最後にテレスティーナの口元がニヤリという、した風に見えてんけど、気のせいかな、20話。はい、なおアニメ本編は流れません。ご注意ください。いきます。Dアニメストア、3、2、1、スタート。あと木山先生がね、一瞬映ったけど。テレスティーナがなんかニヤッとした風に見えたの、気のせい。これなんや、このニヤッとした風に見えたんは。実はこのなんだっけ、 RSPK 症候群、ここが意図的に引き起こしてんじゃない？コノリミーが意図的に引き起こしてるっていうね、なんか調査結果みたいなのをクロコに話しとったけど、ほんでこの、ハルウェイエリーカは、なんなんやろ、無意識にやってるとは思うんやけど、その AIM 拡散力場のね、研究をしてた木山先生もね、どうやら出てきてるみたいだから、果たして。すり崩れ落ちたな、ここ。もう木山、あ、良寛の巡回、それはまずいね。
似てるよな。邪魔しに来た、あ、邪魔しに来た前か。捕まってる？もしかして。中級学期なな、どういう。ってことは。パフって覚えてないの？また スイカに いいね、スイカ。今日の Do it yourself でもスイカできたしね。熊本さん、うちの親父の地元です。中級学でどういう扱いだったのね。あとこの
あ、ボート漕いでんか。冷たいものの概念とは。今エリーのことを調べてんかな。精神感能、テレパシー。なんて書いてたの？霊特定波長、あ、読めへん。例外的になんちゃらって書いてたね。あ、いいね、太巻き、太巻き。あ、このペンダントの中身の人？あれ、また。おポルタガイストかこれ。ああ、もう確定やろここで。ウイハルも気づいたんじゃない、さすがにこれ。いや、ほんまにめっちゃ食ってるやん。声っていうサブタイトルなんやろねこれ。あとすっげーどうでもいいかもしれませんけど、誰かにねこのエリー喋り方についてると思ったら、クラナダの一ノ瀬琴美やナノってつけてる。えらいことになったなこれ。重傷18名。3分の2が重傷か。テレスティーナさんって何人？どうでもいいかもしれませんが。
ちょっとこれ黒子とあの飾りはなんかギクシャクしそうやな、ここから。あ、めっちゃしてるやないか。あれと甘麦茶。スイカ紅茶。テレスティーナさん、ええ人かな。ちょっと怪しいと思ってすいませんでした。いいね、ジャグリングのぬいぐるみや。所長なん、所長やったん。バリバリエリートやな。マーブルチョコや。あ、先生、マーブルチョコ食ってた。占い？このタイプのマーブルチョコ、お黄色いと。あ？ は？出た、コンゴミツコ。あれ、コンゴミツコ入手してるやん。ジーラちゃん、今後見つかほんまおもろいな。ちょっとよう意味わからなかったけど、そうなのね。なんかいや怪しいな、なんやねんこの怪しい描写は。サブタイトル来たね。
あれ、万里ともかほんで。キズリと思ってた。マジか。ほんならもう、いい品、あ、いるわ。声の出演にこのエリサさんいたね、エンディング立てる。マジか、これはびっくりやな。あれほな17はあれやな、ちょっと一時停止して見てたらわかったやな。よかった、見やんで。え？ああ、木山晴美出てくるやないか。なんかレベル6がおんのか、今度。なんか何回サブタイトルな、次。はい、まあ、ということで、いやー、最後びっくりやったな、これ。マジか。そうか。まあまあ、とりあえずね、ちょっと自分はテレスティーナさんを、なんか怪しいなって疑ってるけど、ちょっとまだ拭えへんかな。とはいえ、まあ、何もわからんわ。木山先生もええ人やなと思ってたら、おいおいやったからね。それと同じパターンで、テレスティーナさんにも、なんか、のっぴきならん事情があって、ってことはないか。いや、これ分からへんな。ほんまに分からへんな。まあ、怪しいけどね。その第19学でポルターガース多かった、確かに言うとったわね、ルイコが。で、こっちに来た途端19学区が少なくなって、こっちで頻発する、まあ怪しいとしか言いようがない。まあそれでね、クロコが調べてし、まあ調べてしまったか、調べたものの、まさかそのおかげでね、ウイハルとギクシャクしてしまうとは思わんかったな。で、ちょっと、テレスティーナさんの言うてことようわからんかったけど、まあ、とりあえず、無実、無関係ってことだね、エリーは。で、エリー、一ノ瀬琴美の喋り方似てますね、クラナダの。すげえどうでもいいけど、なんか似てんなと思って、さっき思い出しました。まあまあ、そこは置いといて。で、声が聞こえるっつったね。テレパスっていうのは何？声が聞こえる能力なんですか？ ちょっとそこよう分からなかった。なんかテレパシーって自分のイメージは電話かなと。で、その要は枝崎、万里友のね、絆と思ってた、絆の理科がなんか書いてあるから、の、枝崎ちゃんの声が聞こえてたっていうことなんや。その声が聞こえて、どこどこってなった時に地震が起きたってことやね。でも無関係としたら、じゃあ何なの、ポルターガースは。もうそれもわけ分からんな。まあ、そしてチャイルドエラーやったということが判明。じゃあ、木山晴美からしたら、この、まあ、春江エリーが、その声の、その発信源みたいなものを特定、違う、木山晴美自身は、子供たちがまだ寝てるって言ってたもんね、その意識不明で。場所は知っとるってことやんね。ほな、木山晴美と、あれやね、春上エリーがもしも遭遇したら会えるんじゃない？
って今簡単に思ってますけどね。そんなことはないか。いや気になることだらけやわ。うん、まああとはもうね、飾りと、それから黒子は仲直りできるのか。うん、はい、ということで、とある価格のレールガン21話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは僕の自己紹介です。興味のある方は切ってください。はい、僕は世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやっております。で、主に、保育園、幼稚園、小学校、子供会などで、やればできる。諦めない。これを伝えたくてパフォーマンスしてますけども、現在はね、コロナの影響で2年9ヶ月近く仕事がまあない状態で、貯金でなんとかやってます。はい、そして複数のね、声優さんが反対の声を上げてますね。インボイス制度。来年から、低所得者は大ダメージを受けるというね、ことらしいんで、僕もそのうちの一人ですからね。果たして生活どうなっていくか全くわからん不安の中ですが、アニメのリアクション一応頑張ってます。今日で980日。はい、一応1000日までは全力尽くします。その後はそっから考えます。で、去年、推定2000本以上の動画がね、失うというね、悲劇を味わってますけども、それを乗り越えてやっております。僕の投稿本数見てください。えげつないですからね。はい、ただね、13年以上使ってるこのパフォーマーとしての、チャンネルでスタートしてしまったんで、現在はこちらをアニメのリアクションのサブチャンネルとして残して、9月14日に新たに本職のチャンネル立ち上げておりますんで、何卒こちらのチャンネル登録もお願いします。毎日19時に1本だけ動画投稿してます。 URL は説明文にあります。はい、過去のアニメのリアクション動画再生リストに作品別にまとめてます。こちらもチェックお願いいたします。以上、アニメリアク職人ことマジアジュビにハマした、最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。